僕の名前はユータ。このピヨピヨホームで介護士をやっている。僕は大のおばあちゃん子だったから、こうやって入居者さんと一緒に過ごせることが本当に幸せなんだ。天職だと思っている。ピヨピヨホームでは夜勤で働くことが多い。よし、今日の夜勤も張り切っていこう。今日はいつになく穏やかだな。ナースコールも一回も鳴っていないし。木村さん、今日は落ち着いていますね。はい。同僚の木村さんは口数は少ないが、心優しい方だ。でもなぜか木村さんがいる夜勤の日は、必ず忙しくなるというジンクスがある。木村さんがいる日は決まって忙しくなるはずなのに、逆に不安だな。時間になったので、定期巡回行ってきますね。行ってらっしゃい。本当に今日はみんな、ぐっすり寝ているな。こっから忙しくなったりして。あ！びっくりした！山下さん、どうしたんですか？あら、あなたどなた？男前な人だね。山下さん、ゆうたですよ。今日は夜も遅いし、一緒に寝ましょうか。おやすみなさい。ふぅ、寝てくれてよかった。よし、戻って日誌の続きでも。あ？ナースコールだ。ナースコールは入居者さんからの SOS である可能性があるので、いつも緊張が走る。大丈夫ですか？薬を飲んでいなくて。お薬はさっき一緒に飲みましたよ。安心してくださいね。ふぅ、またナースコールか。ここからはナースコールが鳴り止まない鳴り止まない。一緒にトイレ行きましょうね。お体大丈夫ですか？寝れなそうですか？大丈夫ですか？まずい。対応中で手が離せない。僕が対応行きますので、ゆうたさんはこのまま204号室にいていただいて大丈夫です。木村さん、ありがとうございます。夜勤をしていると、普段あまり会話をしないメンバーと一緒でも、深い絆を感じることがある。夜勤ならではの面白さだ。ふぅ、木村さん、一段落ですね。そうですね。あれ、そういえば、さっき202号室の前を通った時、寝たはずの山下さんがいなかったような。探さなきゃ。山下さん、どこですか？探せど探せど、なかなか見つからない。おーい！あ、いた！山下さん、何してるんですか？どうしたんだろう。すると沈黙から一転、山下さんが唐突に口を開いた。今日は孫のミクちゃんの誕生日だからね、会いに行かなきゃいけないんだよ。あの子は本当にイチゴのケーキが好きでね。山下さんは認知症を患っていて、最近は特に物忘れが激しい。それでもお孫さんの誕生日とお名前をしっかりと覚えていた。一度お部屋に戻ってもらってからも、楽しそうにお孫さんとのエピソードを話してくれた。そうだったんですね。素敵な思い出ですね。あ、そうしたら山下さんにプレゼントがありますよ。ちょっと待っててください。ん？私に？はい、どうぞ。これは山下さんが以前ご家族からもらっていたお孫さんの写真だ。あら、すごくいい写真じゃない。ありがとう。山下さんは初めて写真を見たかのように喜んでいた。これは宝物だよ、お兄さん。ありがとう。どういたしまして。そうしたら山下さん、今日は夜も遅いし、もう寝ましょうか。よし、みんな寝れたかな。もうこんな時間だ。残りの仕事を終わらせないと。って、すでに全部終わってる。木村さん、ありがとうございます。いやー、それにしても山下さんの笑顔すごい素敵だったな。嬉しそうな顔を見ると僕も幸せな気分になるな。おはようございます。ゆうたくん、おはよう。昨日は皆さんどうだった？昨日は万事大丈夫でしたよね、木村さん。本当に？木村さんがいる日は何かが起きるからな。あ、そうだ、佐藤さん、山下さんのお孫さんが誕生日みたいなので、今日お電話でお話しさせてあげてください。あら、そうだったの？もちろんよ、任せなさい。
それではお疲れ様でした。お先に失礼いたします。介護士は決して楽な仕事ではないけど、利用者さんのお役に立てた時は、介護の仕事をやっててよかったなって思える。そして何より、夜勤明けの朝は一番気持ちいい。